こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今回ですね、思いは募る、思いは叶うというお話をさせていただきます。前回ですね、ダムの話になぞらえて、ダムを作りたいと思わな飽きまへんなみたいなね、エピソードがありました。あれ結構有名な話でね、私も何度か聞いていたんですけども、あれと全く一緒ですね。私がですね、ネットビジネスを始めた時っていうのは、ネットビジネススクールを始めましたですからね、開講しました、いくらいくらですっていうふうにもう打ち出したわけですよ。まあ、そうなってくると、久保哲郎に関わるととりあえず速稼塾っていうのの販売が来るなってみんな覚悟するわけですよね。まあですんで、私にアプローチしてくる方っていうのはみんな有料顧客の見込みだったわけなんですよ。言ってみればね、みんな熟成候補ですから。まあ、ですんで、こちらとしても、まあ、遠慮なくね、速稼塾のセールスをすることができましたし、まあ、逆にですね、セールスをしないと悪いみたいな感じになりましたよ、私はね。だって速稼塾っていうものがあって、そこに入りましょうっていう風なね、打ち出しを常にしてるわけですよ。で、そこに来て私が速稼塾入りませんかって勧めないのは、それはもうあなたは入れなくてもいいですよって排除してることになるじゃないですか。ですんで、セールスが悪ではなくて、セールスが善、売ってあげることっていうのは親切という風なね、マインドセットでしたね。で、あとはね、儲けたい稼ぎたいっていう意識なんですけども、私訪問販売をしてまして、で、1件2万4000円から3万円の商品サービスをね、提供していたんですよ。そうなるとですね、家1軒見ると、あ、2万4000円だみたいな感じなんですよ。で、留守だったら2万4000円損したみたいな感じがしますし、プレゼンをしてね、そこで契約が取れなかったら2万4000円損したみたいな感じがしたんですよ。とりあえずね、人を見たら何かでお金もらおうと思いましたね。どんな人でもです。それこそね、老若男女、もう数限りなくでございます。そこら辺道歩いてる人にでも、あの、家を突き止めたら多分この人にセールスできるんじゃないかなみたいな感じで訪問販売をしてましたね。ものすごく気持ち悪い人間でしたね。で、ネットビジネスも同じだよって形なんですけども、こういう話をしたいんじゃなくて、今回はね、恋愛になぞらえてみようかと思うんですよ。例えばね、自分好みの、まあ、異性がいて、例えば女性がいたとして、女の子がいたとして、どうしますかってことなんですよ。とりあえずじーっと見ると思うんですよ。気持ち悪いかもしれませんけどね、女性の方すいませんけど、じーっと見てね、で、目が合わないかなとか、自分に気づいてくれないかなみたいな感じでずっと見ると思うんですよ。見て意識しますよね。で、なんとかきっかけ作りたいなと四六時中思うと思うんですよ。で、どんな声してるのかなとかね、何を見てるのかなと、誰とこういうふうに関わってるのかなとか、好きな趣味は何だろうかとか、好きな色は何だろうかみたいな感じでものすごく興味持つと思うんですよ。で、自分のことどう思ってるかなっていうのも気になると思いますよね。そういう感じで自分好みの女性、もしくは異性をね、まあ、見つけたら何とかして攻略しようと思うはずなんですよ、四六時中。それを思わなかったら、そもそももう何にも起きないです。それこそね、向こうから告白されるのを待つみたいな、そんなね、高飛車な男性だったら別ですけども、そんなことあるわけないじゃないですか。ですんで、ビジネスでね、なんか自動的にお金が生まれないかなっていうのはまさにこの意識なんですよ。何もしてないのに、何の発信もしてないのに、向こうからフラフラっとね、来て、なんか商品売ってくれませんか、ここに3万円あるんですけどっていう風に告白されるのを待ってる状態です。そんなことをね、当てにしちゃダメですよ。それほど自分の自己肯定感が強い人だったら別ですけども、まあ別の言い方でしたらね、うぬぼれが強い人だったら別ですけども、私は自己否定感が強いんで、こちらからアクションを起こさない限り世の中は動かないと思ってるはずなんですよ。そういう風に思ってますよね。ですんで、自分好みの女性が例えばね、いたとして、何とかして電話番号を交換したいな、メールアドレス交換したいなって形で四六時中チャンスを探したり、口実を作るために知恵を働かせるんですよね。まさにこれがビジネスをしてるってことなんですよ。まあ、恋愛とビジネスってのは似てるところがあるってことなんで、そういうふうにして今の奥さんを攻略したってわけじゃないですからね。そこはちょっと切り分けて考えていただきたいんですけども、でもね、やっぱりお金を稼ぎたいなと思いながら、女の子口説きたいなと思いながら、そのための手法を研究もしないとかね、身につけもしない、しかもアプローチもしない、セールスもしない、告白もしないってことになると、もうこれはね、奇跡でも起こらない限り無理なんですよ。で、奇跡ってのは起きませんから。奇跡が起きてるようだったら、もう今までの人生でも起きてますんでね。ですから奇跡はこれからも起きません。ほとんどの方に奇跡は起きないんですよ。で、奇跡が起きるとしたら、自分で起こしたものに関してだけなんですよね。自分でアタックしてみたらうまくいった、告白にしてもね、ビジネスにしてもうまくいった、それを一つ一つ奇跡だな、ラッキーだなっていうふうに謙虚に捉えることは大切だと思いますけども、そもそも何もしてない、もしくは何もしてないのも同然のような状態でね、結果が生まれるわけないんですよ。そして思いが大切だって言いましたよね。それこそね、朝から晩まで目が覚めて寝るまでずっとビジネスのこととか1億円のこととか考えてれば、それは1億円にどん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 近づいていきますよ、ね、自分が何かね、家の片付けをしていて商品なんか捨てるときに、これお金にならないかなと思うわけですから。で、どうやったらお金になるかなって、これをお金にしてる人ってのはどこにいるかなっていうふうな、そういうふうなね、意識で探し始めますから、答えが見つからないわけないんですよ。もちろん
百発百中で答えが見つかるってものではありません。自分のね力量もありますし、時間もかけないといけないし、そもそもそんなものをねお金に変えてる人が存在しないかもしれないんですよ。ただずっと意識をすることによって、思いを持ち続けることによって近づいていくことは確かなんですよ。少なくとも遠ざかることはないです。まあ、ですんでね、自分のお目当ての異性がいたとしてね、その人をずっと意識するかのように、ビジネスを意識して、お金を意識して、真剣に愛する人のことを思って、真剣にビジネスを意識して、真剣にお金の問題について考えていけば、それは答えは出てきますからね。まあ、ですんで、お金について答えが出てないってことは、お金のことね、それほど真剣に考えてないってことなんですよ。考えてるんじゃなくて、迷ったり休んだりしているだけなんですよね。それはもうすでに挫折に近いんですよ。まあ、ですんで、迷ったり休んだりするんではなくて、常に24時間営業で、それこそ寝てる間も夢に見るぐらいね、お金とかビジネスのことを意識しなければ、それ他の人だって意識してるわけですから、そういったライバルの中で勝ち抜いていくことはできません。今回ね、緊急事態宣言が解除されたということでございますけども、365日24時間緊急事態ですから、世の中は緊急事態解除されてね、気が緩んでるかもしれません。自由に動いてるかもしれません。じゃあここで捉えないとどうするってことなんですよ。皆さんが開放的な気分になってね、ずっと抑圧されたもの、これからアクションするぞとかね、使うぞ、お金どこに使えばいいんだ、サービスを買うぞっていう時に、ここですっていうふうに出していけるかどうかってことなんですよ。さあ、私はもうね、リリースを何本もしてますんでね、また知らないうちに売り上げが上がると思います。こんなね、億万長者合宿の動画の中でセールスなんて一切ないわけですけど、ただ私はね、全ての言動がセールスに意識が向いてるんで、もうすでに無意識です。無意識の状態で集客があり、無意識の状態でセールスがあり、無意識の状態で入金があり、無意識の状態で熟成が増えているという状態でございます。すごく不思議なんですけど、これは上級者なんで、上級者編なんで、最初はこの人に売ろう、あの人に売ろうって意識しないと、とてもじゃないけど無理だと思います。まあ、私は恋愛はね、ほっといてモテるようなタイプじゃないですけども、ビジネスにはモテてるんじゃないかなっていうふうに、まああまり思わない方がいいですね。これもね、ちょっと油断になりますんで、もう一回初心に帰って私もね、やらせていただきます。また一から積み上げていこうかと思います。皆さんはね、本当に私と同じように一から始めるつもりで、またビジネス向き合ってみたらいいんじゃないかなと思います。それではいってらっしゃい。